いつもロペラ用ショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2015年モデル、フォルクスワーゲンパサートバリアント R ラインをご紹介させていただきます。まず、外装面の状態からですが、フロントのバンパーに下スリりがあり、ボンネットに小さな凹みがございます。また、フロントガラスに飛び石とアルミホイル4本にガリキズがあり、 左リアのドアのエッジの部分に小さな傷がございます。それ以外特に目立つ傷はございません。走行距離約1万2000キロと低走行ですし、良好なコンディションを保っております。外装色はオリックスホワイトマザーオブパールエフェクト。インテリアはブラックとグレーのコンビレザーシートが採用されております。フォルクスワーゲンが誇るフラッグシップのステーションワゴン、パサートバリアントでございます。 こちらは R ラインのグレードでございますので、数多くの専用装備が施され、非常にスポーティーに仕上がったモデルです。さらに足元には BBS-A20 インチアルミホイルが装着され、迫力のあるデザインを演出しております。また、レーンキープアシストやアダプティブクルーズコントロールをはじめ、快適装備も非常に充実した一台です。ヘッドライトには LED ヘッドライトが採用されておりますので、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。 エンジンスペックに関しましては1.4リッター直列4気筒ターボエンジンが搭載され最高出力は150馬力を発揮しますアルミホイルはオプションで BBS 製20インチのアルミホイルが装着されておりタイヤの山に関しましてはフロントが約7分山リアが約8分山ほど残っておりますまた H&R 製の車庫帳が取り付けられておりますので程よくローダウンが施されております続きましてトランクスペースのご紹介です オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。トランク全体、十分な容量を確保しており、さらに後部座席も倒してお荷物はお積みいただけます。続きまして、インテリアご紹介させていただきます。シートは R ライン専用のスポーツシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ステアリングも R ライン専用の 3本スポークのスポーツステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。また、アダプティブクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正タッチスクリーン式ナビゲーションが採用されており、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますと、バックカメラも装備されております。 フロント両席、シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトは6速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードに関しましては、センターのスイッチにて3段階で切り替えが可能です。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても、目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。バリアントでございますので、十分な容量を確保しており、 成人男性の方でもゆったりとドライブを楽しみいただけます。併せて気になる車内の匂いですが、特におたばこの匂いとはいたしません。では今回は2015年モデル、フォルクスワーゲンパサートバリアント R ラインをご紹介させていただきました。走行距離約1万2000キロと低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。車検も平成30年の12月まで残っておりますので、 この車後も安心してお乗りいただけます。高いデザイン性と実用性を兼ね備えた、フォルクスワーゲンパサートバリアントでございます。こちらは R ラインのグレードでございますので、専用のフロントバンパーやリアバンパーが装着され、迫力のあるデザインを演出しております。さらに、それに加え、BBS 製の20インチアルミホイルが装着されておりますので、非常にかっこよく仕上がった一台です。インテリアに関しましても、 シートヒーターや純正ナビゲーション、アダプティブクルーズコントロールをはじめ、快適装備が非常に充実しております。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。